はい、おはようございます。MS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこっちときにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、コメント紹介していきましょう。連日登場してますね、トニーナカパインさんからで、まだやってなかったら、チューハイのステキ絞りっていうのが、まあ、超おすすめで、おそらく国内唯一の果汁 100% チューハイと、想像をはるかに超えるうまさですってことで、まあ、お店ではなかなか売ってるところはレアですがって書いてますね。続きまして、福月マンさんからね、この方からもですね、リクエスト、ステキ絞りをお願いしますってことで、本当にうまい果汁100のお酒ですっていう風にリクエストもらってます。本当ありがとうございます。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました。果汁 100% ステキ絞りのピンクグレープフルーツですね。果汁 100% チューハイ。めっちゃ美味しそうですね。で、今日のやつもアルコール分 4% ですね。で、カロリーはですね、100ml あたりエネルギー 63kcal。初日2日目に比べてね、これだけね、ぐっとね、抑えられてますね。まあ、なんですけども、個人的にはですね、今日のやつがね、一番美味しいんじゃないかと思ってね、期待してます。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。ほんとテンション上がりますね。ジョッキしか勝たん。イエス。さあ、行きましょう。喉乾きましたね。筋トレランニング後の風呂上がりですね。コンディション仕上がってますね。色めっちゃ綺麗だわ。やっぱ果汁100ってね、すごいっすね。うわ、パンチ効いてますね、これ。見た目だけでめちゃくちゃうまそう。匂い、うーわ、めちゃくちゃうまそう。やばっ。ほんとジュースそのままって感じなんですけども、さあ楽しんでいきましょう。ステキ絞りの、ピンクグレープフルーツですね。いただきます。いただきます。乾杯。酒っぽいか。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてました。今日のやつね、やっぱ思ってた通りでね、めっちゃうまかったっすね。個人的にはまあ3種類飲んだ中では一番カロリーが低くて、見た目もテンション上がったしね、一番美味しかったんじゃないかなと思いましたね。まあ、匂った感じもね、飲んだ感じもジュースなんですけど、若干ですね、後味飲み終わった後かな、ふわっとこうなんかね、アルコールのなんか厚さっていうか、そんな感じるんで、まあやっぱりね、お酒入ってるなっていうのと、飲みやすい分ですね、ガブガブ飲みすぎちゃうと本当にコロッと酔っちゃうと思うんで、まあ、そこはですね、気をつけたいなってとこですね。いやー、とりあえずね、まあ3種類飲んだ中でこれが一番おすすめだったんで、もしですね、飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ最後ね、次回告です。明日なんですけども、こちらを行きましょう。買ってきました、見つけました。チェリオのメガ謎味02ですね。前01を1回動画にしたんですけども、その動画のコメントでね、02の存在を教えてくれた方がいて、それで知ったんですけどね、探してました。やっと見つけましたね。いやー、これまだね、味の答え知らないんでね、すっごいワクワクしてますね。とりあえずね、明日こいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。いやカロリー低いし、一番うまいし、もうこれ最高。オーライサックス。